どうもこんにちは、タブジョーです。いやもうめちゃめちゃすごすぎる、おめでとうございます。いやあ、ちょっと主語がなかった、主語が、大阪マラソン2024、皆さんご覧になられましたでしょうか。ねえ、もうめちゃめちゃ激アツ展開で、なんと、国学院大学平林選手が日本学生新記録で優勝ということで、おめでとうございます。いやもうめちゃめちゃ激アツでしたね。なので今日はちょっとですね、大阪マラソン2024見まして、まあ、その感想をちょっとお伝えしたいなと思うんですけど、皆さんもちょっと見た方多いと思うんで、ぜひコメント欄でね、自分はこう思いましたみたいなのを、書いていただきたいなと思うんですけれどもね、大阪マラソンね、まずなんかコースがちょっと変わったんですかね。はい、結構記録がね、出るようにみたいな感じで、ちょっと大阪マラソンのコースも少し変わったみたいなんですけれども、今日開催されまして、いや、さっきか。もうさっき開催されたということで、まあ、たくさんの注目選手出てましたよ。ね、まあ、一番、まあ、注目されてたのはやっぱり、ね、MGC、マラソングランドチャンピオンシップで優勝した、ホンダの小山選手。ね、もうパリオリンピックの出場はもう、内定しておりますので、まあ、パリオリンピックには、ね、出れると。だから、この大阪マラソンで別に順位は特に関係なしという感じだったんですけれども、まあ、ね、小山選手注目されてたと思うんですけれども、まあ、それ以外に注目のランナーたくさんいましたという中で、なんと大阪マラソン学生がトップということで、これは痺れますね。やっぱ学生トップだし、で、しかも、ただ学生がトップだけではなく、まあ、今まで、ね、走った学生の中で一番の日本学生新記録、そして、こう、平林選手は、ね、初マラソンだったと、いうことで、いや、これね、どうなんですかね。まあ、初マラソンはさ、ね、まあ、やっぱマラソンの怖さ知らないし、勢いよく行けるってのもあるけど、逆に、怖さし、ね、知らないから、行き過ぎて、こう、めちゃめちゃ失速してしまうみたいなこともあると思うので、まあ、どっちに転ぶかな、みたいな感じなのはあると思うんですけども、それがまあ、いい方向に行ったということで、まあ、平林選手はね、知らない方のために少しお伝えすると、国学院大学で次4年生になるんですよね。はい、4年生で、まあ、箱根駅伝でもめちゃめちゃ活躍してる選手なんですけれども、次がですね、確か平林選手、国学院大学の主将キャプテンに、こう、なるということで、まあ、今後ね、もう4年生チーム引っ張っていくという中での、もう、キャプテンなので、まあ、平林選手が、ま、こう、チーム、ね、主体的に作っていくわけなんですけれども、まあ、その中での、こう、大阪マラソン優勝ってのは、チームとしてもかなり士気が、めちゃめちゃ上がったんじゃないかなと思っておりまして、ね、平林選手ゴールした時に、監督の前田監督も、もうなんかもう、めちゃ、こう、抱きついてなんかもう涙出そうな、出てたのかわかんないけど、っていう感じだったじゃないですか。だから多分監督としても、まあ、勝ち切ったっていうことがでかいし、まあ何より、まあさっきも注目選手で挙げました、こう小山選手が、まあ3番だったんですよね。で、その小山選手に、やっぱ勝つというのが、やっぱ大きいですよね。で、まあ、小山選手に関しては、まあ、ね、先ほども紹介しましたが、まあ、途中でね、こう、自分でこう、先頭を引っ張るシーンっていうのもあったので、まあ、この大阪マラソンが、もうなんか、120% 合わせてきました、みたいな感じではなかったかもしんないんですけれども、まあ、なんか、自分のこう、オリンピックに向けた状態把握みたいな感じのイメージの、での出場だったと思うんですけど、まあ、その中で自分の中でなんか、ね、いろいろ課題を持って、臨んで、まあ、先頭を引っ張るっていう体験をここでしておこうかな、みたいな感じだったと思うんですけれども、まあ、でもその、ね、小山選手に、勝つと、平林選手が勝つということは、やっぱりこう、かなりね、大きいことだと思いますので、本当にね、素晴らしいレースだったんじゃないかなと思います。途中で、2時間5分50秒もね、見えてるペースだったんですけれども、やっぱりまあ、後半ね、結構、3分5秒、まあ4秒とかにちょっと落ちちゃってはいて、まあ2時間6分台のゴールだったとは思うんですけれども、まあなかなか2時間5分50秒をね、出すのは難しいと。なんでみんな2時間5分50秒目指していくかっていうと、オリンピックって、パリオリンピックね、2024年開催なんですけど、3名出れるわけですよ。で、2名はもう決まってるんですよね。小山選手と、ね、九電工の赤崎選手。この2名が、マラソングランドチャンピオンシップで、まあ、優勝、準優勝
だったので、決まってると。で、残り一人っていうのは、この大阪マラソンとか、まあまあ他にもちょっと大会はあるんですけれども、その中で、2時間5分50秒切った中で、なおかつ一番早かった人が、選ばれると。いう形になってるんですよ。だから2時間5分50秒を全員狙っていくという感じだったんですけれども、まあ、今回はね、残念ながら、切る方はいなかったんですが、まあでもね、2時間5分台は見えてるレースだったから、すごい良かったし、で、僕的にね、まあ平林選手すごいいいなと思ったのが、こうなんか、初マラソンだけど、なんかすごい、楽しんでるような感じがね、走ってて見えたんですよ。うん、やっぱりこう、初マラソンで30キロ以降とか多分、すごいしんどいとは思うんですよ。まあ皆さんも走った方いると思うんですけど、マラソン30キロ以降、すごいしんどいんですけど、やっぱりこう、沿道でまあなんかね、応援団の選手がいたのかわかんないけど、こうなんか手上げたりだとかさ、めちゃたまにこう、笑顔だったりとか、そういうのがなんか見てて、あ、いいなみたいな感じでは思いましたね。すごい、あ、なんか楽しそうに走ってんなみたいな、感じでは思いましたね。はい。なので、まあ、それの中での優勝だから、あ、なんか、すごい心も温まったし、これからも応援したいなって思う選手でした。ゴールして、まあ、最後優勝インタビューがあった時に、平林選手が言ってたのが、まあ、この記録についてどう思いますかって言われた時に、まあ、結構、一人で練習することが多かったというふうに、言ってたんですよ。なので、だから一人で練習してたから、結構単独走も、やっぱり普段の練習からしてました、みたいな感じで言ってたんですよ。あ、なるほどなと思って。やっぱりこう、ね、集団でやる練習とかもいいんですけど、やっぱりこう、本番のマラソンとかは、どうしても一人になる時とかね、あるんですよ。だから、平林選手みたいに、こういう風に一人になったと、まあ、一人っていうかもう二人いたけど、自分で行くってなったら、まあ、ね、自分で仕掛けるだから一人になるんですけど、その時の対策はしっかりできてたと、いう風なことをインタビューで言ってたので、まあ確かにそれすごい大事なのかなって、思いましたね。やっぱり、まあマラソンとか、まあね、学生スポーツとか、まあいろいろこう、ね、皆さん練習されると思うんですけど、まあ僕自身も、まあ学生の時は集団でこう練習してたんですけど、今は別にチームとかも入ってないので、まあ一人で練習する。まあもしくはどっかのね、まあ学生とかと一緒に練習したりとか、まあ田中希実選手、プロ選手とかと一緒に練習したりするんですけど、やっぱり集団よりも、ね、一人で走る方がやっぱちょっときついんですよ。ね、自分でペース考えないといけないし、自分でペース作んないといけないし、とか、なんかいろいろあって、やっぱりね、風よけの人とかもいないし、ね、いろいろやっぱり一人でやる方が僕はきついなって、今、どっちも体験して思ってるわけですよ。だから、単独走の練習は、その意味でも自分をすごい強化できるんですよね。なので、最初の方、平林選手は、集団の、まあ、最初から前に行くんじゃなくて、最初は集団の力を借りて、そこで、自分の、エンジンをかけてって、で、自分で出た時も別に焦ることなく、あ、普段やってた、練習でやってたことだなっていうのが、こう、活かせたと思うんですよ。だから、確かに、こう、一人で、こう、単独走の練習を増やしたっていうのは、こういうところに生きてくるんだなっていうのを改めて実感したし、まあ、それこそ箱根駅でもそうですよね。まあ、往路は、結構まあ、集団、のこととか多いけど、平林選手今回の箱根駅伝もまあちょっとまあ2区だったけど、ちょっと後ろの方からまあスタートで前を追っていかないといけないっていう展開だったと思うんですよ。で、その時はやっぱり一人でこうね、誰かの後ろについていくんじゃなくて、もう追わないといけないので、やっぱり自分でペース作っていかないといけないんですよ。で、その時にやっぱり単独走の練習をしてると生きるかなと思うので、確かに箱根駅伝でもいいしね、箱根駅伝とも、そう、こういうマラソンとかでも、やっぱ単独走っていうのが今後、すごい自分の力に変わってくるんじゃないかなって思いましたね。なので、まあ、このね、大会で他のね、素晴らしい選手もたくさん出てた中での、学生がトップっていうのは、やっぱすごいね、どんどん進化してるし、日本学生新記録出たっていうことは、どんどんね、レベルもアップしてるということなので、これで火がついた。選手ともたくさんいると思うんですよ。まあ、今後ね、東京マラソンもやりますし、そこでまたね、好記録が出るんじゃないかなという風な予想ですね。まあ、今回は、MGC の時とちょっと似てたんですよ、気候が。はい。なので、雨降ってるし、寒いし、みたいな。
マラソンはまあ、暑いよりはまあ、涼しい方がいいんですけど、寒いと逆に動かないみたいなのがあるので、なんか MGC も大阪マラソンも同じような気候だったので、もし東京マラソンが雨降らずに、まあまあいい気候だったら、記録も狙えるんじゃないかなと思います。全体のレベルが上がってるし、で、なおかつ、キプチョゲ選手とかも出るから、絶対スローペースにはなんないと思うんですよね。なので、東京マラソンが次どうなるかっていうのはすごい期待なので、まあ、僕自身も東京マラソン出ますのでね。はい。ぜひ、僕を見かけた方は応援していただけたら嬉しいなと思います。ということで、大阪マラソン走られた方お疲れ様でした。また、次も楽しみにしております。ありがとう、ありがとう。バイビー。